安息,日安息日、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 日本語での読み方を参照は、アブラハムの宗教、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教において、何もしてはならない日と定められた日である。旧約聖書の創世記で経典の神が、天地創造の七日目に休息を取ったことに由来し、何も言ってはならないと定められた日とされている。 週の7日目と定められており、土曜日に当たる。旧約聖書の1日は、基本的に日没で区切るので、土曜日というのは、深夜を1日の始まりとする現代の時法で言えば、金曜日の日没から土曜日の日までの間を言う。一方で、バビロニアの七曜星から来たものとする見方もある。ユダヤ教では、安息日は、聖なる日であり、戒律として、 いかなる労働も行わないことを求められる。キリスト教では、それは厳密に求められることはない。なお、キリスト教の大部分では教会に集まって、礼拝を行う日は、基本的に日曜日になっている。何もしてはならないの範囲は宗教によりかなり差異があり、ユダヤ教では、基本的に厳格であり、家事を含め日中は、一切の労働を行わない。人命の救助など、 緊急の場合には安息日でも労働を行って良いとされているが、競技に厳格な人々からは避難され救急車に投石されることもある。以前国際大会でボクシングの選手がたまたま試合の日が安息日になってしまったため、棄権したようなこともあった。キリスト教では歴史的には安息日の休日が重視されたが、一部の教派を除きそれほど強い禁止はない。 ピューリタン、改革派の教派では、娯楽なども慎み神の崇拝に専念する日とする考え方が見られるが、キリスト教全般の傾向からすれば、むしろ例外に属する。ユダヤ教の暦の中で、暗息日は一番大切な日である。それは、デイジプト記二十章と、新明紀五章に記されている十回の中で守ることを教えられている日であるからである。暗則日、シャバットは、 救世主の時代の前兆である。デイエジプト記20章では、神が天地創造において7日目に休まれて、この日を祝福姿勢であると宣言したゆえに、安息日を覚えて、聖なる日とし、労働してはいけないことを教える。また、新明記5章では、神がユダヤ人をエジプトの奴隷状態から連れ出して、休みを与えたゆえに、安息日を覚えて性別し、 労働してはいけないことを教える。ただし、ユダヤ人は伝統的に土曜日を安息日としているものの、旧約聖書の記述からは何曜日が安息日に相当するのかは不明である。ユダヤ教で安息日は、神が天地を創造したことを覚えるとともに、神がユダヤ人の歴史を救い、ユダヤ人が神の民であることを覚える記念日でもある。この日は、補修期以後、シナゴーグに集い、 神を礼拝する日となった。イスラエルでは、シェーバとシャバットには、機械の操作や火を扱うことができない、デイエジプト三35章3節とされている。このため、厳格なユダヤ教徒は、金曜日の日没前までに、食事の支度をし、安息日である土曜日は、調理を行わない。安息日の食事として、 金曜日の日没前に煮立たせてから置き火にかけて一晩中低温調するチョレントや金曜日の日没前に調理して冷めたものを食べるケフィルケフィッシュが生まれたのはこのためである。また、イスラエル国内ではユダヤ・アラブ間における共存を目指しているとされているハイハ、並びにアラブ系イスラエル人の都市や 村落などを除きバスや鉄道など公共交通機関はすべて運休する上、国営航空会社もすべての航空便の運行を停止する。ただし、シェルートという乗り合いタクシーは上述のハイファだけではなく、テルアビブやベングリオン国際空港などにおいても運行されている。スポーツ界では国際大会に出場予定だった選手が競技の日程が 暗息日と重なったとして欠場したケースもある。シャバトになるとエレベーターが各回転時の全自動運転になるところがある。これはボタンを押すことによって電気スイッチ内に火花が飛び火を通過することを避けるためである。また同じ理由から電話番号を音声認識するコーシェルフォン、シャバットフォンなる電話機も存在する。それゆえユダヤ教徒は暗測日である。 金曜日の日没から土曜日の日没までは本来は宗教的な観点から禁煙をしなければならない。しかしユダヤ教徒であるユダヤ系イスラエル人が安息日に喫煙を行うことは宗教的に見ればタブー視されるが成人であるならばイスラエルの法律に対する違法行為ではない。ただしイスラエルにおいては路上における喫煙行為は 民族や宗教に関わりなく2007年11月からは、非合法とされている。また、ユダヤ教とは言えども、あまり厳格でない宗派も改革派を中心に存在し、普通の家庭生活を送っている、ユダヤ教徒もいる。旧約聖書によると安息日は土曜日であったが、キリスト教における重要な事項である、イエス・キリストの復活、復活したキリストが弟子たちに現れた日、 聖霊降臨、ペンテコステが起こった日は、すべて、週の初めの日すなわち日曜日である。このため、ヨハネの目示録一章十節の、主の日に基づき、キリストの復活を記念し、復活の日である日曜日を、手術、または、主の日、聖実と呼び、礼拝を行うようになった。また、手術を特に記念して、生産式を行ったのは、キリスト教の極初期からのことである。 その後ローマ帝国において321年3月7日、ローマ皇帝コンスタンティヌス一世が日曜、休業令を発布して安息日を取り消し、日曜日を礼拝日とした。ヘンリー・シーセンチョ、組織進学 P397 では、宗教改革者のジョン・ロックス、マルティン・ルター、ジャン・カルバンダは、主日、日曜礼拝は、旧約聖書の安息日と、同一視されてはならない。 と言ったと指摘している。さらに同書 P557 において C1000 話の見解を紹介し、使徒たちはユダヤ人なのであるから、エデンの園で与えられ以後長きにわたって守れてきた契約の印、安息日をセブンスデー・アドベンチスト教会が主張するような異教徒のローマ人によって、キリストの死後数百年経ってから変更したなどと考えるのは実に愚であるとし、主実。 日曜礼拝の起源は、使徒によって、キリストの復活を記念し、主の承認のもとに火を変えたという根拠に立って、初めて十分に説明できるとしている。ジャン・カルバンは、著書、信仰の手引きにおいて、主日、日曜礼拝と安息日について、次のように述べている。またその歴史の中で、主日イコール安息日と考え、それを極度に厳守すべきであると主張する、安息日。 原始主義も現れた。この起源は、バウンドの著作にあると言われる。ピューリタンたちは、この主張を強く持った。こういった歴史的背景の中で日曜日ではなく土曜、暗息日礼拝を主張する、セブンスデーバプティスト教団や、セブンスデーアドベンチスト教会、シンイエス教会、イエスの五霊教会などのキリスト教系団体、主にプロテスタントやキリスト教系の新宗教も、 存在する。キリスト教福音派の小型守による著書異端見分けハンドブックでは、異端とキリスト教の根本的な違いは、例の違いであるとし、異端は悪霊による、窓足の教えとする。その聖句として、第一ヨハネ4、1から3、目視録16時13分、第一手持て4、1を挙げている。同書では土曜礼拝を主張する、セブンスデーアドベンチスト教会。 イエスの御霊教会を異端として、他のキリストの異端と共に取り上げている。一方、聖教会など東方教会では、主日、日曜礼拝を守り、土曜日を安息日とする。聖教会に属する日本ハリストス聖教会では、安息日をスボタと呼ぶ。この語は直接にはロシア語に由来している。聖教会においては、スボタは、神の創造の語を記憶する。 喜びの日であり、大時にあっても平日には禁止されるオリーブ油、及び酒の摂取が許される。また、西方教会のうちカトリック教会においても、日曜日は、手術として安息日とは、明確に区別されるとしている。イスラム教ではムハンマドがメッカを脱出した金曜日を安息日としている。厳密には、安息日とは、ユダヤ教のものであり、この場合の安息日とは、 休日という意味である。イスラム教は毎日が礼拝であり、特に金曜日には合同礼拝、集団礼拝、金曜礼拝が行われる。神はムハンマドに合同礼拝についての啓示を下しており、大天使ガブリエルが仲介しているアルクルアーンのスーラにアルジムアがある。アルジムアは金曜日という意味。金曜日が休日のイスラム社会もあれば、休日でないイスラム社会もある。 また、イスラム教で土曜日は、安息日ではないけれども、アラビア語で、土曜日は、ヤウムアイコールサブトというが、その、サブトは、ヘブライ語で、土曜日や安息日を意味する、シャバットが語源である。カッコ内は、土曜日の名称。ヘブライ語の、シャバットに由来する語が、土曜日の名称となっている言語では、安息日というとそれは、ユダヤ教の安息日である、土曜日のことを指し、 キリスト教の手術である日曜日やイスラム教の安息日である金曜日のことを表さない。ギリシア語をはじめカトリック圏のロマンス諸語でも安息日という語が土曜日、手術が日曜日という曜日名になっている。またギリシア語では金曜日を準備の日と呼ぶ。日本語の安息日には安息日、安息日、安息日の3つの読み方がある。 キリスト教関係者の間でも読み方が分かれているが、NHK では暗息日と読んでいる。文言訳聖書、口語訳聖書、新海訳聖書では暗息日、新共同訳聖書、聖書協会共同訳聖書では暗息日、フランシスコ会訳聖書では暗息日と振り花が振られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。